こんにちは、トッティチュームニダーポテです。ということで、今回はね、まあ、出るのかな、出ないのかな、出てほしいな、あ、でもやっぱ出ない感じだなって思ったら出た。この遊ぼのグッズを見ていこうと思います。いやいや、素晴らしい。これみんな欲しかったよね。今回の美術って過去一でやべえともね、言われていたので、これみんな欲しかったと思うんですよ。で、まぁ、二重グッズといえばね、私、ポテ。今までの二重グッズも全部、全種類購入しておりますので、これまぁ、二重グッズの知識においてはね、もうこれも最強なので、過去にもね、グッズが出るたびにね、二重の全種類、二重グッズ全種類開封っていうね、動画を出してるのでね、まぁ、ぜひね、そちらも見てほしいんですけども、まぁ、グッズを買うってなったらね、まぁ、お金がある方はね、もちろんもう好きなものを好きなだけ買うっていうのもあると思うんですけども、やっぱりねお金がない方もいっぱいいますし、予算的に何円だけど何買おうって思ってる方もたくさんいると思うので、まあ今回このね、二重グッズ専門家ポテ村ポテ蔵がですね、まあしっかり何がおすすめかっていうのと、まあなんでかっていうのもね、まあ解説できたらなと思います。ということでね、ポテ村ポテ蔵の二重グッズ解説始めていきます。まず今回のね、全部のラインナップがこちらですね。まあ、簡単に言ったらこの8種類ありますね。いや、僕は今回もね、全種類開封したいので、全種類買うんですけども、まあ、全種類っていうのは、例えばこの缶バッジだったら9種類あるけど、その9個全部ボンって買うと、僕はもう破産して、生活なんてできなくなってしまうのでね。この缶バッジだったら缶バッジの中で1個とかね。これで言うとこの8種類を全部買いますっていう、この今までもね、そういう感じでやってきました。ということでまずね、1個ずつ見ていくと、まずね、ランダムトレーディングカードですね。550円ということで。これが全30種なので、まあ、30枚買えば全種類揃うってわけではないけども、まあ、30枚で揃うんだったら16,500円ですね。まあ、でもこれもね、30枚で揃う場合と揃わない場合があって、僕はね、20スカウトの時はね、全20種類で20枚買ったらもうちょうど全種類揃ってね。なんかそのラントレも、この、多分並び順があって、並び順ごとごっそりこう、入れていくタイプと、こう、いろいろある中で、こう適当にこうやってね、20枚な20枚出すっていう、なんか、2パターンあるので、そのごっそりパターンだとしたら30枚でね、全部揃っちゃうので、まあそれをワンチャン狙ってね、まあ30枚買うっていうのもありですよね。で、まあラントレはね、まあ最近はずっとあるので、まああまり驚きはしないというか。で、次こちらですね、フォトカードセット9枚入り、まあ1200円ですね。まあ、これも結構おすすめですね。まあどんどん最初見ていくか。で、次これ缶バッジね、缶バッジ550円ということで、これもいつもありますよね。で、次がちょっとね、なんか珍しい、レンチキュラーファイル&ミニポスターセット1500円ということで、シグリーン時にレンチキュラーカードってやつがあったんですけど、まあ、レンチキュラーっていうのは角度によって見える柄がね変わるよってやつで、まあ、こう上下に動かしたり、まあ、左右に動かしたりすると大体ね2種類のね画像がこうパッパッパッって変わっていくみたいな。多分この後ろにあるの、後ろの2枚がそのなんかレンチキュラーで変わる2枚なのかな。でミニポスターっていうのはこんぐらいのサイズですね。こんぐらいですね。これがポッピンシェイキンの時のミニポスターセットにあったリマちゃんのミニポスターなんですけど、まあ、ポッピンシェイキンの時はねミニポスターだけが9人分入ってるっていうね、まあ、僕が一番おすすめしてるねグッズなんですけども、まあ、このサイズ的にはね、まあ、A4 ですね。この一般的なこのファイル、一般的なファイルにちょうど入るぐらいのサイズということで、これ結構ね僕おすすめですね。これミニポスターね結構いいです。で次行くとこれが大目玉なんじゃない、今回パズル500ピースということで、これ3000円ですね。これかなりね、ビジも可愛いし、パズルっていうのはね、これちょっと今までにはなかったものなので、これかなりレアですね。で次はメッシュポーチと2200円。で、次が、リボンヘアゴム。これ1800円。で、最後に、ニズーキーホルダー1500円ということで、まぁ、今回ね、この8種類なんですけども、まぁ、じゃあ、どれを買ったらいいかって話になりますよね。まぁ、超結論というか、まぁ、超前提として、もうこれが欲しいとか、これ好きってものがあったら、もうそれを買いましょうね。もちろんね。なんだけど、お金がなくて、例えばまぁ、2000円までしか買えないとかさ、1000円までしか買えないって人がいると思うので、まぁ、そういう感じで説明していきます。まぁ、まずね、このギリギリ550円のもの1個だけしか買えないっていう方はね、まぁ、必然的にラントレ1枚か缶バッジ1個になると思うんですよ。で、これは20の中に、もう推し、結構もうダントツな推しがいる方は、缶バッジで確実にその推しをね、こう買うのが僕はいいと思います。ラントレだとね、どうしても推しで長くが出る可能性もたくさんあるので、なんならね9分の1になっちゃうので、もう 11% 12% ぐらいになっちゃうので、まあ、結構絶対的な推しがいる方はね、これ缶バッジをまずね買うといいんじゃないかなと思います。で推しがいるけど結構みんな好きだよとか、
もうほとんどみんな同じぐらいみんな二重が好きだよって方は、これもラントレをね、一枚買っちゃって、誰が出るかなっていう楽しみをプラスして、誰出るかなじゃなくて、誰が出るかなっていう楽しみを買うっていう感じで、ラントレを買うと、その楽しさっていうのもね、ウキウキワクワクっていうのもついてくると思うんで、これはもう絶対ラントレの方がいいんじゃないかなと。ビジュもでかいしね。これ完全に僕の好みもね、含まれてるんですけど、まあ、やっぱ今までいっぱい買ってきた中で、やっぱこのグッズ、やっぱなんだかんやね、ビジュがあった方がいいって思うのと、そのビジュが大きければ大きい方がいいっていうのと、あとそのグッズだけの形状のものはね、おすすめっていうのがあって、結構ねその観点で見ることが多いです僕は。で次これね、フォトカードセット9枚入り、これ1200円ですね。まあ、これはね1200円からまあ2000円とかまで出せるよって方はね、もうとりあえずこれはね1個買っちゃいましょう。フォトカードセットってね、まあ今までのこういう感じであるんですけど、まあこういう感じでね、今まで買ってる人はもう絶対買うとね、さらにこう揃ってる感じがしていいんですけど、このフォトカードセットのこのビジュ、このビジュがね、これかなりいいんですよ。これ毎回毎回そのグッズの中でも一番いいビジュなんじゃないかってぐらいの、かなりいいビジュがこのフォトカードセットに選ばれているので、このフォトカードセットでこのビジュそんなだなみたいな思うことはまずないです、今までの経験上だけどね。かなりね、フォトカードセットはなんか気合入ってるのかわかんないけど、まあ僕たまたまなのかもしれないんだけども、みんなねいいビジュが揃ってます。でしかも、まあ、9枚入りということで、まあ絶対にねメンバー9人全員がいるということで、まあ、僕的にこのね1200円から2000円出せるよって方で、なんか下手に例えばラントレ2枚と缶バッジ1個とか買うくらいだったら、この絶対に9人揃っている、フォトカードセット9枚入り、これを買うのがね一番いいんじゃないかな。これだってほとんどラントレ2枚分だからね、まあ、約ラントレ2枚分の値段でもう全員分のビジュが 100% 見られるし、そのビジュもね全部めっちゃいいっていうことで、このフォトカードセットっていうのは毎回ねおすすめしております。なんかそのラントレとかにね行きたい気持ちもわかるんですけど、まあそのワクワクを買いたいって方はねもちろんラントレでいいんですけど、これ20が好きでね20をとりあえず全部揃えたいとか方はね、これ絶対にねフォトカードセットおすすめなんじゃないかなと思うので、これはマジ一押しですね。フォトカードセットは買って余ったお金で缶バッジかラントレをねさっきみたいに買うみたいな感じのが一番いいと思いますね。で次、レンチキュラーファイル&ミニポスターセットということで、でこれもねまあそこそこおすすめなんですけど、これかフォトカードセットだったらフォトカードセットなのかなと思いますね。まあ、さっき言った今までのグッズになかった形状のものっていうのに当てはまりはするんですけど、まあ、分けて考えたらね、まあ、レンチキュラーではあるけど一応ファイルだし、まあ、ミニポスターセットもね、まあ、過去にあったので、まあ、300円安くて9人分のねビジュが全部確実に手に入るフォトカードセットの方がおすすめではあるんですけども、やっぱねやっぱこのミニポスターセットもこのビジュがでかいので、まあ、さっき言ったみたいに絶対的な推し20の中でこの子が一番好きだっていうね絶対的な推しがいる方は結構こっちを買ってもいいかもしれないですね。でも20全員が好きって方はねやっぱりフォトカードセットの方がいいのかなと思いました。で次、これ大目玉パズル500ピース3000円ということで、これ今回ね予算が3000円ぐらいの方はもうこれ買っていいと思うんですよ。このパズルだけ買って終わりみたいな、もうそれでもね僕は全然いいと思いました。これでこれサイズが 380mm×530mm なので、これね横幅がこんぐらいですね。さっきのミニポスターセットで言ったら倍ぐらいある、倍もないんだけども、すごいでかいぞ。530×380 だからこの辺ね、この辺ですね。めっちゃでかいわ。縦でもこんな感じ、横だとこんな感じ、僕の頭の先から胸の溝落ちぐらいまである、相当でかいぞ。これやっぱねビジュって大きければ大きいほどね迫力が出てすごいいいので、今回ねこの画面で見ちゃうとなんか他のやつの方がいいのかなとか思うかもしれないんですけど、サイズがね圧倒的なので、これちょっとねかなりおすすめで、しかもこれパズルっていうねちょっと楽しみ要素もあるし、パズルってのがまた一個おしゃれですよね。ただのポスターじゃなくてパズルっていうね、これはねかなりいいんじゃないかなと。僕これ買ってちょっとね後ろに飾ろうかなって思います。これはもう3000円出せる方はねもうこれ一個でボン、これだけ今回はこれだけっていうのも全然ありだと思います。これかなりおすすめです。で次にメッシュポーチとかリボンヘアゴムとかあるんですけど、まあ、正直さっき言ったあのビジュがあるやつの方がねいいと思うので、まあ、こちらはねまあその買う予算というかお金がねあの余ってる人でねいいと思います。まあ、やっぱまずねあの優先的にね最初の5つの中から選ぶっていう形でいいと思うので、これはちょっと余ってる人、予算が余ってる人か、まあ、あまりにも普通に欲しかった人は買うっていう形でいいと思います。で最後でニズーキーホルダー1500円で、これもまあさっき言ったようにあの余ってればでいいと思うんですけど、まあニズーがねめちゃくちゃ好きとかそういう方はね買ってももちろんいいと思います。ということでこんな感じですね。今言ったね予算が500円ぐらいの人と、予算が1000円から2000円の人と、まあ3000円以上ある人っていう形で言ったんですけど、まあ、例えば予算がね4000円ちょいとかある方は、
まずこのパズルを買って、で、余ったらね、1000円ぐらいだと思うので、で、さっき僕が言った1000円ぐらいの予算の人っていうところでまた見てもらえると、あ、じゃあフォトカードセットなのかな、みたいになるので、まあ、予算がね、3000円以上ある方は、まずこのパズルを買って、余ったその予算引くパズルの3000円、で、その余った値段で、またね、考えるって形でいいんじゃないかなと思います。で、まあこちらね、もちろん僕もね、全種類買って、もちろんメッシュポーチとヘアゴムも買うんですけど、まあ、そのね、全種類開封動画も楽しみにしてもらえたらなと思います。いや、これパズルが本当に楽しみだよね。ということでエンディング、最後までご視聴ありがとうございました。こんな感じでこのチャンネルは20専門チャンネルとして、20の情報速報、グッズ開封動画、リアクション動画、他にも視聴者さんから募集した作品を紹介する20作品紹介シリーズ、この部屋を20グッズで飾り付ける20部屋制作シリーズ、20の誕生日の日には誕生日おめでとうライブなどなど、20に関するたくさんの動画を上げてますので、ぜひぜひ20の方はチャンネル登録して一緒に20を応援できたらなと思います。ということでまた見てください。ワッピーワッピー。いやー、早く1万人行きたいね。